こんばんは。ノスタルジックラジオのお時間です。2005年に惜しまれながらもこの世を去った本田美奈子さんを覚えていますか？本田美奈子さんは白血病に苦しみ闘病生活を送っていました。38歳という若さでの死にショックを受けられた人も多かったのではないでしょうか。実際葬儀や告別式には6000人もの方が集まったとのことで、生前の本田美奈子さんの人となりが垣間見れます。生前他の人の悪口を言わないことで有名だった本田美奈子さん、芸能人の参列者も多数いたとのことです。今回本田美奈子さんについて調査しました。号泣必至の闘病日記の内容や生前の恋人についてなどをご紹介してまいります。まずは本田美奈子さんのプロフィールをご紹介します。本田美奈子さんは本名を工藤美奈子さんといい、1967年7月31日に東京都板橋区で生を受けました。そして東京都葛飾区で育ちます。堀越高等学校を卒業、歌手アイドル女優として活躍されました。1985年に殺意のバカンスで歌手デビュー。1980年代はアイドル歌手として、1990年代以降はミュージカル女優として活躍しました。本田美奈子さんはもともと小学生の時から歌手を目指していたといいます。本田さんが中学3年生の時にスター誕生のオーディションを受けて決勝大会まで進出したものの、最終的に落選してしまいます。しかしその後高校1年生の時に原宿でスカウトされたことがきっかけで芸能界入りを果たしました。そんな本田美奈子さんですが、紆余曲折もあったといいます。1986年のマリリンが大ヒット後、徐々に人気が低迷していきました。1988年に女性だけで組んだバンド、美奈子イズワイルドキャッツでは人気回復に至らず、翌年解散してしまいました。しかしアーティスト志向だった本田美奈子さんはバラエティ番組からのオファーを絶っていました。本田美奈子さんにとってこの時期が一番苦しい時期だったとのことで、歩いてきた道が突然崖っぷちになって行き止まりになっていたと後に語っています。本田美奈子さんは2005年1月に急性骨髄性白血病の診断が下されました。当初は微熱やめまいはあるものの、そこまでは重く受け止めていませんでした。ところが病院の診断後に即入院し、無菌室での生活を余儀なくされてしまいました。本田美奈子さんはどんな時も気丈でした。激痛を伴う治療が続いても、抗がん剤治療で髪が抜けてしまっても、本田美奈子さんはいつも明るかったと母親の美恵子さんは語ります。そんな本田美奈子さんについて、2019年に放送された直撃真相坂上で特集されました。白血病による知られざる300日間の闘病生活に迫るという内容で話題を呼びました。同番組では埼玉県朝霞市の本田美奈子ミュージアムでデビュー以来の親友だった演歌歌手の坂本冬美さんと坂上忍さんが本田美奈子さんの母親である美恵子さんと対面しました。そして母である美恵子さんでさえ読んだことがないという闘病日記が独占初公開されました。その日記の内容というのはどのようなものだったのでしょうか。本田美奈子さんが綴った闘病日記にはこう書いてあったといいます。苦しいのはもう嫌、
私は歌を通して希望を与えられたらと思っているのに、神様は歌わせてくれないのですか。そこに綴られていたのは、いつも明るかったと言われる本田さんのネガティブな一面でした。無理もありません。それほどに闘病生活は辛く苦しいものだったのでしょう。本田美奈子さんのことを、いつも笑顔だったと語る坂上忍さんをはじめとした知人たちは、涙をこらえることができなかったといいます。本田美奈子さんは生涯独身を通しました。それは、私は歌と結婚したから歌手として死にたいという思いの表れだったようです。そんな本田美奈子さんでしたが、結婚はされなかったものの、熱愛報道は何度か出ています。特に最後の恋人は誰だったのかということに関心が集まっていて、さまざまな考察がされています。本田美奈子さんの恋人とされている人として、元ジャニーズの中村茂之さんがいます。中村茂之さんは本田美奈子さんと同じ1967年生まれでした。さらに芸能界でも同期で、高校も同じ堀越学園ということで、つながりが深く仲が良かったようです。本田美奈子さんが病を患った時にお見舞いに駆けつけたり、お通夜で号泣する姿を目撃されたりしていました。しかし現在では、本田美奈子さんと中村茂之さんの関係はあくまでも仲の良い友達であったとされています。本田美奈子さんはボヘミアン、ラプソディなどで有名なロックバンドクイーンのメンバーであり、ギタリストのブライアン・メイさんと親交があったとされています。ブライアン・メイさんは本田美奈子さんのイギリスデビューの時のプロデューサーだったのです。そのきっかけは、本田美奈子さんが脱アイドル路線戦略としてゲイリー・ムーアから楽曲提供を受けたことでした。世界的ミュージシャンとつながりを持つことで、フランクフルトで行われたクイーンのコンサートに招待されるまでになったのでした。ブライアン・メイとの親交はその後も続きました。本田美奈子さんが亡くなった時、ブライアン・メイは自身のブログで、レコーディング時の本田美奈子さんとのエピソードと、まだ若いのに残念というコメントを綴りました。また1990年10月に、本田美奈子さんは光源氏の諸星和美さんとの熱愛をフライデーにスクープされたことがありました。光源氏のリーダーだった諸星和美さんは、当時のジャニーズの代表的存在でした。大人気アイドルだった本田美奈子さんとのスクープは世間に衝撃を与えました。同じアパートから出てきて、一緒に車に乗り込むところを撮られた2人。実は諸星和美さんはデビュー前から本田美奈子さんのファンクラブに入会していたほどの大ファンでした。そのため、歌番組で共演した際に声をかけたと言われています。諸星和美さんは、女遊びが激しかったことについてよくテレビなどで告白していますが、本田美奈子さんについては本気だったエピソードがあります。諸星和美さんは女性人気が高いにもかかわらず独身を貫いていますが、その理由について、目の前から大切な人がいなくなることに恐怖を感じると話しています。これは1995年に解散した光源氏のことと同時に、死別した本田美奈子さんのことを指していると思われます。さらに諸星和美さんは18歳の時に、唯一結婚を考えた女性がいると話しており、その人は恋人であり姉であり同志であり最も信頼できたと言っています。本田美奈子さんは諸星和美さんの3歳年上で、姉のような存在として当てはまります。本田美奈子さんと諸星和美さんは
破局と復縁を繰り返しながら合計15年も交際を続けたといいます。交際期間は1987年から2001年頃までと言われているお二人。本田美奈子さんが亡くなられる数年前まで交際していたことになります。フライデーの報道によると、破局の理由は事務所に引き裂かれたからなのだとか。トップアイドル同士なので無理もないことかもしれません。しかし別れた後とはいえ、本田美奈子さんの死には諸星和美さんは大きなショックを受けたことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録高評価の方もぜひお願いいたします。それではまた。